戦国乱世、非情の運命に翻弄された二人の男、悲劇の友情物語。時は天下分け目の戦い、関ヶ原の合戦前夜、西軍を率いる二人の武将の今生の別れ。この二人こそ無謀にも徳川家康に反旗を翻した石田三成、そして親友大谷義次。今こそが我が死に時。何を言う、死なせません。三成、義次。二人の男を襲った運命の皮肉とは。青春時代を天下統一のために捧げた二人には誰よりも強い絆があった。まだ友情という言葉がなかった時代、まっすぐ友のために生きた三成と義次。これは400年の歴史を超えて今も語り継がれる戦国一の感動秘話。お前だけには味方になってもらいたいのだ。信じる友のために、戦国に散った男たちの悲しく切ない友情物語をご覧いただこう。時は戦国の世、戦国大名の中から頭角を現した織田信長が天下統一に向け邁進していた時代に、三成と義次は出会った。石田三成が生まれたのは琵琶湖の東にある近江。その当時この地を治めていたのが、信長の下で出世街道をひた走っていた秀吉である。ここで自身初めて城を持った秀吉はさらなる出世を狙っていた。秀吉と三成が出会った場所、それはこの観音寺。三成は子供の頃、手習いのためこの寺に修行に出ていました。そんなある日のこと、鷹狩りに出ていた長浜城主の秀吉が休憩のためこの寺に立ち寄ったのです。喉が渇いたわい、茶をくれ。わかりました。三成はぬるめのお茶を大きな茶碗にたっぷり入れて出しました。秀吉はそれを一気に飲み干し、もう一服いただこう。はい。二杯目は同じ茶碗に半分くらい、やや厚めのお茶。三杯目は小さめの茶碗に熱いお茶、というように茶のうまさを味わえるように気を配った三成。相手の様子を見て欲するものを出す、これは見事な働きよ。秀吉は三成を絶賛。その観音寺には今も秀吉と三成のゆかりのものが残されています。ここに、太閤さんにお茶を受けに行った時の三成さんが組んだ井戸があります。三成が秀吉にお茶を出すため湧き水を汲んだとされる井戸。なんか本当浅い感じなんですけども、今は浅いんですけども、その当時大きな堀井戸で美しい山水の湧き水が溜まっていた井戸なんです。三成を気に入った秀吉は家来として長浜城に連れ帰り、生涯続く主従の関係がここに始まった。三成、三成はおらんか。この頃の秀吉は信頼できる人材を自ら育てるため、身分に関係なく多くの小姓を長浜城に集めていた。中でも細かい気遣いのできる三成は秀吉の身の回りの世話をする仕事を任されていた。一
人で時を過ごすことが好きな三成。すると、おーい、おーい、と突然やってきたのは、たくましい体型の見るからに豪快そうな男、当時16歳の大谷義継である。お主が三成か。いかにも。秀吉様のお気に入りと聞いて訪ねてまいった。わしが仕官できるよう口利きをしてくれぬか。こやつ、いきなりやってきて何を言う。そう言われてもわしはそなたと面識はないのだが。その通り、初対面だ初対面。仕官先を探す義継は、秀吉が小姓を集めているという噂を聞きつけ、紹介してもらうため見ず知らずの三成のもとへやってきたのだ。だが物おじしない義継の性格に三成は自分にはない何かを感じ取った。二人の出会いについて戦国の歴史を研究する横山氏に聞くと、三成の性格というのは非常に几帳面で、で、まあ、律儀で、なおかつその頭の回転が速い。だから大谷義継みたいな豪放磊落な性格の人というのは非常に半分羨ましくもあり、で自分にないものとして、非常にこう打ち解けたんじゃないかなと。で一緒にやりたいという憧れもあったんじゃないか。秀吉様が求めているのは義継のようなやつではないか。すっかり打ち解けた三成と義継。しかし今の三成の立場ではすぐに秀吉に推挙というわけにはいかない。15歳の三成は元服の時を迎えていた。そんなある日、三成、元服の祝いとして2000石加増してやろう。2000石といえば現在の貨幣価値に換算するとおよそ2億円。しかし秀吉に対して三成は驚くべき要求をする。このような若輩者に2000石の加増とは恐れ多いことでございます。もしも私めに2000石も加増するおつもりがあるのならば、一つお願いがございます。おお、言うてみ。2000石はいりません。その代わり紹介したいものがおります。ぜひそのものを召し抱えていただければと。なんと三成は義継を推挙するために2億円もの大金を棒に振ったのだ。ありがたき幸せ、義継。こうして三成は義継を秀吉の家来に推挙することに成功した。それは義継にとって本来ありえないような幸運だった。三成、すまん、この恩は生涯忘れん。気にするな。ほら、三成はこう言っておるがの、義継が召し抱えられて嬉しかったのは実は三成の方であったのじゃ。三成は天才的な知略で仕事をこなすが、自信家であり妥協をしない男だった。こんないい加減な仕事が通ると思っておるのか。首の上についているのはただの飾りか。あとは私がやっておく。しかも言い出したら聞かない筋金入りの頑固者。それゆえ疎まれ、友と呼べる者はいなかった。三成はどうもとっつきにくいし、面白みに欠ける。いつも陰気くせえ顔しよっての。本当だの。一方義継はというと、小さいことにはこだわらない豪快な性格、情に厚く同僚からも信頼されていた。正反対の性格の二人、
だが不思議と馬があった。あ、どうしても石田三成ってのはそうやって孤立しがちだったんですね、性格的に。ただそれが仕事の面まで当然波及してくるわけ でそこのところで大谷義嗣がうまく周りとつないでくれた。で、三成にとっても義嗣が分け隔てなく、まあ、やってくれることに対してものすごく感謝したと思います。そんな折、京では風雲急を告げていた。本能寺の変、明智光秀の謀反、天下統一を目前に織田信長は死んだ。時代は動いた。秀吉は信長亡き後天下を取るため戦いを繰り返す。柴田勝家との重要な一戦、賤ヶ岳の戦いには三成と義経も参戦した。二人は先駆け衆の一員として共に武功を挙げたとされ、その義経の戦場での働きを見た秀吉は、義経には100万の兵を与えて縦横に指揮を取らせてみたいと武将としての才を称え、一方三成は大軍の移動の指揮や武器食料の補給などを担当する奉行職でその才能を発揮。その手腕を秀吉は、三成は天下に類を見ないほどの知恵者じゃ。武の義経、知の三成、それぞれがお互いの才能を認め合い、天下統一の旗印のもと共に生死をかけた戦いをくぐり抜け、さらに友情を深めていった。俺見ておれ三成、ここで武功をあげるぞ。そして1590年、ついに天下人となった秀吉。二人の仕事は秀吉政権の中枢へと移っていった。この頃三成は沢山城主となり、祭事儀礼を担当する治部の少輔に任じられていた。そして義経は法律関連を司る行部の少輔となり、駿河城の城主でもあった。順風満帆に出世を繰り返すかに見えた二人だが、義経を突然悲劇が襲う。顔が、義経は重病に侵されてしまった。それは顔や体から膿が出る不治の病、醜くなった素顔。義経は頭巾をかぶり、その素顔を隠して生きていくほかなくなってしまった。ある日、義経は三成と共に秀吉が主催する大阪城での茶会へ招かれた。病で体調も優れない義経は実は出席したくはなかったが、今日はよう来てくれた。苦しゃない、ごゆるりと。太后様の手前、欠席するわけにはいかん。が突然、場の空気が変わった。次に飲むのは、病に侵された義経である。病気のわしが飲んだ後など、誰も飲みたくなかろう。義経は茶碗に口をつけることさえためらっていると、その時茶碗に膿が落ちた。これは不覚、義
様の茶の席でいっそ死んだ方が。すると義継、何をしておる。わしは喉が渇いた。早く茶碗を回せ。三成は茶碗を取り上げ、なんと一気に飲み干した。うまいの。暑い時は茶に限りますな。つまらぬことで義継のメンツを潰したくない。三成はそういう男であった。感激した義継は以来三成との友情を固く誓ったという。しかし、目が誰かおらんのか。義継、どうした。わしはここじゃ。目が見えん。お主が見えん。わしならここじゃ。気をしっかり持て。気をしっかり持て義継。義継の目はほとんど見えなくなり、歩くこともままならなくなってしまった。心配するな。太后様のことはわしに任せておけ。お主は早くこの病を治せ。